たこ焼きやピザなど特色あるグルメが一堂に集う全国ご当地粉もんサミットの開催を前に、関係者向けの試食会が16日松山市で開かれました。松山市月山町の市青少年センターで行われた試食会には全国から13団体が参加しました。出店側の担当者が料理の特徴やこだわりをアピールし、来賓の参加者が試食を行いました。広島県のお好み焼きや静岡県の浜松餃子、宮城県の石巻焼きそばなど定番のご当地グルメに加え、岡山県の白桃を使ったコロッケや炭を使った黒いたこ焼きなどもあり、来賓の興味を引いていました。他店の料理を試食しながら出店者同士が意見交換する場面もあり、会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれていました。まあ、粉もんということで皆さんに知ってもらえる大きなチャンスかなとは思ってますので、頑張ります。はい、大阪広島に並ぶですね、三大粉もんとしてですね、愛媛発松山発でアピールできたらと思っています。サミットは2月16日と17日に松山市大加賀2丁目のアイテム愛媛で開かれ、各メニューは500円以内で食べることができるということです。